おはようございます。朝の7時です。向こう東ですかね。ちょっと太陽が昇ってきてるかな。曇ってますけども、まあまあちょっと散策行きたいと思います。トレトレ市場かな。まずちょっと行ってきます。ちょっとお茶飲んでから出かけたいと思います。おはようございます。今からねちょっと歩いてトレトレ市場の方に行きたいと思います。前海見えてますよね。ちょっと切ります。今ねあちらの方にがホテルで歩いてきまして、海がここです。桟橋がありますね。結構いい天気ですね。晩崩れるのかな。なんか漁船みたいなやつがいっぱいありますね。あ、向こう結構山見えてますね。ここになるの。こんなんで行きます。ちょっとここの道歩いていきます。昨日、循環バスでこの白浜桟橋まで、乗って歩いてきました。こうずっとまっすぐ行くとトレトレ市場があって、白浜駅の方に繋がってるんで、トレトレ市場まで宿から30分ぐらいやってるんで、小川が。ゆかいリゾートっていうのプレミアムで、ボートがたくさん予約されてます。向こうの山あるかな、T3 かな。雲に繋がってます。もうちょっと頑張って歩きます。多分あと15分ぐらいですかね。歩いてきます。トレトレ市場の看板出てきました。あと800メーターですね。徳島と一緒で、この白浜にはソテツの木がね、いっぱいなってますね。今ね、朝10時ですけれども、予約取れたら一応に取ってきてますので、結構こんな病院室が多くて、なんか溝とか普通に家があってるんで、運転が湯量がね結構あるんかなと思います。それではちょっと中の方に入っていきます。
まあ、土産もそんなのかな。刺身を見たいんですけどね。一回切ります。何か食べようかなと思ってますけどね。海鮮丼、なんか刺身定食みたいなのないのかな。いろいろメニューがありますけど、丼ばっかりですね。ちょっとね、歩いて裏を買うのはちょっと食堂で行こうかなと思ってます。刺身定食あったんで、それで買ってます。トレトレ市場で、刺身定食があったんで買いました。1500円です、税込み。他にはなかったですね、ほとんど丼で。これはマグロかな。次サーモンいただきます。うん、ダメ。あとなんか魚の煮付けみたいなのが入ってますね。これはタイかな。次ホタテいただきます。あ、わさびが結構好きな。ブリかな。
大好きなプリンいただきます。うん、めちゃね、目がスマスマスマ。おいしい。あとイカをいただきます。これは何でかね、うん、叩くみたいな。今サングラスして食べます。刺身定食いただきました。この付け合わせのね、漬物とかそのもんとか、これはちょっとあんまり食べたくないな。お腹いっぱいです。ごちそうさまです。今ね、ご飯食べてきて、今から白浜駅の方に歩いてきます。多分また20分ぐらい歩くと思います。白浜駅が見えてきましたね。ちょっと電車の時間調べて、海南駅、海南駅に行きたいと思います。白浜駅到着しました。ね、電車調べたら12時しかないんで、あと50分ぐらいちょっと休憩します。伊勢エビですかね、これ、4匹いますね。これは何だ、白浜水族館で何だよね、クラゲだね。
行き黒潮20号専用車の行きですが、本日青森県内におきまして列車とお客様が接触したため折り返しとなります列車が大幅に遅れて今海南駅 JR のね JR の引いてきたんですけども、電車がね1時間に1本しかないんで、もうちょっとだけ引いてまた電車乗ってます。次は和歌山市駅でしたかな、和歌山城ホールの方に行きたいと思います。JR の海南駅を出発しまして、多分あと 4,50 分和歌山駅までかかると思います。和歌山市駅かな、なんかね和歌山駅っていうのが和歌山駅と和歌山市駅っていうのがあるみたいです。今 JR の和歌山駅着いたんですけどね、なんか和歌山市駅に行く乗り継ぎの電車がもう行っちゃってて、なんか50分ぐらい待たなあかんので、もうこの和歌山駅から歩いていきます。20分ぐらいなんで、JR 和歌山駅から多分20分以上25分ぐらい歩いてようやく和歌山駅に行きます。
で、その向かい側に和歌山城ホールっていうのがあって、1階のロビーに、ストリートピアノが置いてあるそうなんで、今から行ってみます。ちょっと切ります。多分これは和歌山城ホールえー、和歌山城なんて書いてある。これが和歌山城 で向かい側に和歌山城ホールがあります。初めてですね。ちょっと中入ってきます。綺麗ですね。南海電車の和歌山大学前かな、駅着きまして、なんか駅と直結してますね。もうすごいでかいですねこれ。ここがまあ多分最後になると思いますけども、行ってきます。右手が駅です。でかいな。
は三崎公園。